そして最後尾に9番大和田、貯めて一発を狙っていきます。打賞の周回に入りました。1番車内山の前受けも、ここは2番4番7番、まずは中部ラインが先手を打ちます。9番の大和田まで、まずは近畿中部勢、しかし絡んでいきましたのが6番車中村、中村が4番手に追い上げた。今度は外を一気に8番5番の佐賀コンビ、一気に8番飯塚がまくり込む。2番車、吉川回していきますが、ここは8番5番佐賀勢がまくって逃げ体勢、切り替えて4番の堀田、後方一気にまくり込んでいくのは1番車内山です。ぐんとまくりを入れていく。8番先頭番手5番車しげとりも1番そして4番3番追い比べとなっていく。1番7番外追い込む。3着争いが接戦となったが、3番車か6番車か、1着も1番7番、ここは接戦となりました。1番の内山、そして追い込んできたのが7番の島田、さらには大外3番の大久保、ゴール板は1番7番の接戦のゴールイン。1番車内山か外トライに行った7番島田か、3着争いも接戦です。3番車大久保に6番中村。